皆さん、こんにちは。エリコです。今ですね、サハ共和国の、世界で一番寒い村と言われているオイミヤコン村の、お家にいます。今日はですね、私が滞在しているお家が、どんな場所かっていうのをちょっと皆さんにお見せしたいと思います。まず今私が滞在させてもらっているお部屋です。子供部屋ですね。借りて結構広いですよ。こんな感じのお部屋です。そして、こちらがダイニングキッチンです。すごい立派ですね。これは電気の、電気です。電気で調理するものです。今ちょうど2時15分ぐらいですかね。お昼、ちょうどランチを食べてます。これは生魚です。なんとかっこいい。あれみんな知らない。お母さんしか知らないです。あとこれはすごい美味しい、何ですか、ベリーですね。ナチュラルなベリーです。コースなん みんなシャイですね そしてこちらが、リビングです。すごい広いですね。ここも冷蔵庫まであります。こんな感じです。こんな感じでお家が永久凍土の上に立っているので、床がまっすぐじゃないです。冬になるとどんどんこう曲がっていくそうです。おすごい。Yes。 おお、綺麗ですね。外から、外の景色。そして、あら、お母さんが出かけます。パイジョシナオリス、こだ。ああ、だ。いってらっしゃい。こちらが玄関です。すごく分厚い扉になっておりますが、ちょっと寒いんで、やっぱりまだここに雪が ついちゃってますね。ただこれは一つ目の扉で、あっちにももう一つあります。で、これはお守りですね。ヤクルト人の。そしてここにあるのは何でしょう。わかりますかね。これはですね、実は蚊よけなんですよ。で、夏にすっごい蚊が発生するんで、これでこう、なんていうんですか、パッ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 って叩いて蚊をよけるためのものです。パシッ。It's a woman. あ、イエス。Black and white problem. ああ。で、このね、黒いやつは女性用。で、この白いやつは男性用だそうです。男の人の方のやつがちょっと長めですけどね。玄関のとこにもう暖炉があります。ここで、靴を履き替えてというか、私はスリッパみたいなのを履いてますけども、こういう、皆さんが履いてるのはこれ。こっちがですね、ウンティっていう靴です。で、こっちがバーレンキーっていう靴で、フェルトでできてるんですけど、すっごい軽いんですよ、見た目より。でも全然寒くないです。長時間歩いても全然水も染みてこないし。で、ウンティもすごいあったかいんですけど、これ見ていただくと分かる通り、すごく豪華ですよね。これすごい高いんです。これペアで6万ぐらいします。そして、ここが、お風呂場って言ってもお風呂入れないので、水が出ない、水道がないんですよ。なので、ここに水が溜まってて、あと、バケツは緊急用の、トイレです。そして、ここが
歯磨きとかするとこで、まあ、水道がないんですけど、これちょっとやると、あの犬の水飲むやつみたいな感じになってます。それでは今度はお庭に行ってみましょう。今から外をご案内します。まずですね、お家の前にこのあるのがですね、サマーコテージというか夏にあの滞在するお家です。今はこの家の中に全部物が入ってます。食べ物だったりとか、あと布団だったりとかそういうものが収容されてます。今は使うじゃないですか。そして、はあ、バラがおいこっちこっちになってるもう、おい、おお一体何でしょう。問題です、はい、ここはですね、トイレですこんな感じになってます。中トイレマイナス60度のトイレです。 It's for children and for adults. ああ、そう、こっちが子供用、こっちは大人用です。いや、すごい広いから危ないですけどね。ここであのトイレをします。で、バーニャと言われる、まあ、いわゆるお風呂、お風呂です。はい、こんな感じで、まあ、お風呂グッズが置いてあります。ただですね、今ものすごい寒いんで、皆さん入らないそうなんですけど、大体30度ぐらいの気温になったらマイナス入るそうです。なんで基本お風呂は毎日入りません。はい。もう3分ぐらいいるといろんなところが凍ってくるんで、中に入りましょう。いかがでしたでしょうか。もうすごい寒いんですけど、楽しく滞在してます。はい、おえみやこんからえりこでした。バカー。